なにわ男子高橋恭平とストーンズ田中樹が退所決定で 2B 移籍確定か。周囲に漏らすジャニーズ事務所の不満と 2B への憧れの真相は。こんにちは、スコープ芸能です。2023年7月23日のフライデーデジタル記事内にて、新たな人物の 2B 加入が噂されました。その人物とは、なにわ男子の高橋恭平さん、そしてストーンズの田中樹さん。今回は 2B に移籍する可能性があるなにわ男子の高橋恭平さんとストーンズの田中樹さんについてお話ししていきます。まず高橋恭平さんですが、2000年2月28日生まれ、大阪府の出身です。中学3年の時、バスケットボール部を引退した頃、姉が何かさせなあかんとジャニーズ事務所のオーディションに応募します。本人にはオーディション前日まで知らされておらず、無理や、絶対行かへんでと言い張ったものの、半ば無理やり連れて行かれ、2014年にジャニーズ事務所に入所しました。彼は2019年12月31日にデビューしたなにわ男子のメンバーで、特技はバスケットボールとローラースケートだそうです。高橋恭平さんはなにわ男子の中でもひときわ目立つ存在であり、彼は歌やダンスだけでなく、バラエティ番組でも活躍し、笑顔やトークでファンを魅了しています。しかし彼はデビュー直前に女性とのベッド写真が週刊誌に掲載されてしまいました。デビュー直前にベッド写真が流出してしまい、当時ジャニーズ事務所の副社長で現 2B の代表の滝沢秀明さんからイエローカードを出されてしまったということも話題に。当時滝沢さんはジャニーズ事務所幹部に就任の直後であり、就任後は所属タレントの風紀の乱れに厳しく対処していたそう。当時芸能関係者は、さすがにデビューしたばかりとあって処分はできないだろうというのが大方の見方。ただ次に同じようなことをしたら厳しい罰が待っていると語っていたほどのようです。滝沢さんはタレントの風紀を厳しく取り締まっており、写真撮影も禁止していました。それでなくても近年の滝沢副社長は、プライベートは当然として仕事現場でも写真の流出に気をつけていました。タッキーはジュニアのコンサート会場で取材にも応じているのですが、たとえ報道関係者であっても写真は絶対に撮らせない、こっそり撮影した人も必ず見つけ写真を消すように通達、本当に削除したかカメラ内のメモリを確認する徹底ぶりとテレビ局関係者は語ります。高橋さんはこの件で滝沢さんに謝罪し処分を免れましたが、その後も滝沢さんから厳しく指導されていたそうです。やらかしてしまった高橋さんですが、当時の後処理など滝沢さんには大変お世話になったことでしょう。そのためか芸能関係者は、移籍が噂されているのがなにわ男子の高橋恭平です。なにわ男子といえば可愛らしい少年らしさが売りのグループですが、彼自身はその印象から少し離れている、近しい友人には対処したいと話しているようですと語っています。彼はなにわ男子のムードメーカーであり、メンバーからもファンからも愛されています。彼が抜けることでなにわ男子の雰囲気やバランスが崩れる可能性があり、他のメンバーの動向も注目されます。またファンの中には高橋恭平さんを応援している人も多くいるため、ファンの動向にも注目です。 2B の新たなメンバーとして高橋恭平さんの姿が見れる日も来るかもしれません。今後の動向に期待です。また同じく退所の噂が出ているのはストーンズの田中樹さん。1995年6月15日生まれで千葉のご出身、元 KAT−TUN の田中聖さんの弟であり、ジャニーズ入所前の2007年、田中聖さん初主演作 TBS 系列ドラマ「特急田中3号」の第1話に兄の役の幼少時代の役として、当時小学生だった五男スバルさんと共に出演しました。中学生になったばかりの頃に母親が勝手に履歴書を送り、オーディション後平成ジャンプのライブのリハーサルに来てと言われ、振り付けを覚えて踊り、いつの間にかジャニーズジュニアとして出演しました。5月5日の横浜アリーナ公演ではファンにも紹介され、特別ゲストとして駆けつけていた兄 Kōki さんと KAT−TUN の楽曲リアルフェイス
を披露する一幕もあったそう。そんな彼は2020年1月22日にスノーマンと同時にストーンズとしてデビューした。ストーンズのリーダー的存在で、彼は歌やダンスだけでなくドラマや映画にも出演しており、多彩なタレントです。滝沢秀明さんが芸能界を引退、裏方に回ってから最初にプロデュースしたグループはスノーマン、ストーンズであることも知られており、滝沢秀明さんがプロデュースしたグループの一員のためか、滝沢さんにとっても思い入れのある存在です。滝沢さんはジャニーズ事務所を退所し、新会社 2B を設立した後もストーンズの活動をサポートしているとの話も。まだ滝沢さんがジャニーズ事務所の副社長を務めている頃、芸能界を引退し裏方に転身した滝沢さんは新会社ジャニーズアイランドが発足しました。新会社はジャニーズ事務所の関連会社で、ジャニーズジュニアのプロデュースと今後の新人発掘という業務をこなす会社でした。滝沢さんは社長に就任し、ジャニーズ事務所代表であった故ジャニー喜多川社長が会長を務めていました。この会社の活動初日となった日に、滝沢さんは都内で出来たての名刺を配り報道陣に応対し、早速3月に横浜アリーナで、当時はまだジャニーズジュニアだったストーンズ、スノーマン、トラビスジャパンの3ユニットによる横浜アリーナでの単独コンサートを行い演出すると発表しました。これは滝沢さんにとって自身が出演しない初めてのコンサートの演出でした。この頃から滝沢さんはストーンズのことを気にかけていました。また彼はインタビューで、自分はラップが好きだと語っています。彼は現在のストーンズの楽曲やコンセプトに合わせているのかもしれませんが、本当はもっと自分らしく表現したいと思っているのかもしれませんね。芸能関係者はストーンズの田中樹も退所の話を口にすることがあると聞いています。可能性は低いかもしれませんが、ジュニアの頃から結束力が強い6人なので、移籍するならグループ丸ごとという形を取るでしょうねと語っています。今回は 2B に移籍する可能性があるなにわ男子の高橋恭平さんとストーンズの田中樹さんについて詳しく紹介しました。彼らはジャニーズ事務所でデビューした人気グループのメンバーですが、自分のイメージや音楽性に対して不満を持っている可能性があり、 2B に移籍することで新たな可能性を見出そうとしています。もし彼らが 2B に移籍するなら、グループ丸ごとという形を取る可能性が高いと言われています。 2B に移籍する可能性がある高橋さんと田中さんは、どんな思いでこの決断をするのでしょうか。 2B の新たなメンバーとして高橋さんや田中さんの姿が見られる日も来るかもしれません。今後の動向に注目ですね。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。